敗戦を今に続く占領の傷癒えぬまま母国たどる国会は売国機敏の翼三回よって高って憲法を破壊する官は腐り民はしらけもはや国に主権なし官は腐り民はしらけもはや国に主権なしいざさらば滅びゆくなら滅びてゆけやがてその中から新たな大和が不死鳥となって蘇るやがて目覚めた子供たちが手を取り愛もて美しき国を目指すやがて目覚めた子供